避けろ、風。杉と落ち合うはずだが、どこにおる？天空へ捨てろ！山猫の一味、倒しておかねば。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないね。実は何者なんだ？お主と同じ人に追われる身だ。入り江を探った。あいつら人とヒアリを引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。あたしよりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。あたしが殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ。では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな、杉。あんたも。近くに高台がある。
万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。では誠に敵なのか。あの高台か。次が船に忍び込むまで待つか。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば火槍を放てよ。海賊と猛虎兵、厄介だな。次に知らせよう。ここじゃないな。ヤマルネギヤムハルボ。テンクウェイ。テンクウェイ。
を考えてる。
gespreken. Tengtwing, Hanoi. Ik kies een hoed. Hanoi. だが気を抜くな。 En havas harvat meisen. Bitne chollos ad nachar siddich. Zum shungena shikbol sum. Yum allakta.
北の海辺で杉と落ち合うか。
次の船はない。まさかまだ船に。この赤い傘は。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。